2回戦、忘れもしない僕と轟くんの試合だ。試合前に轟くんが話してくれた父エンデバーとの確執、我が子に自身がなせなかった打倒オールマイトを押し付け、自尊心を満たそうとする父への剣を突走を。試合中轟くんは全力を出してくれなかった。否定するなんて言いながら、結局轟くんは自分自身で縛りつけていたんだ。全力も出さずに一番になる、ふざけるなって思った。でもそれよりも僕は彼を、みんな本気でやってる、勝って目標に近づくために、一番になるために、半分の力で勝つ。まだ僕は君に傷一つつけられちゃいないぞ。全力でかかってこい。俺はこいつを、親父の力を、君の力じゃないか。勝ちてえくせに、畜生、俺だってヒーローに。手加減する気はねえ。うわ、これが俺の力だ。すまねえ、やりすぎた。パワー満タン。これならまだだ。ミキ、火炎で。まだだ。火炎で。まだだ。いけ。左で。火炎で。まだだ。うわ。まだだ。燃やして。まだだ。燃やして。まだだ。まだだ。火炎で。まだだ。凍結よ。まずは右、氷結。ここを得る。俺の力。まだだ。ちょっと動き。まだだ。まだだ。全開だ。負けは負けか。ドヘッウィー。期待に応えるか。アメージング。ニューストーリーズ。すごい。何笑ってんだよ。その怪我で。この状況でお前、イカれてるよ。どうなっても知らねえぞ。ミドリア、ありがとな。轟くんとの壮絶な激闘の果てに敗北。僕の体育祭はここで終わった。本気の轟くん、すごかったな。試合の後は本当に悔しかった。オールマイトの期待に応えられなかったから。でも余計なお世話はヒーローの本質だ。そう声をかけてくれたオールマイトの言葉が胸に染みた。この試合での怪我はいつもより重くて、リカバリーガールからは以降の治癒を断られてしまった。これからは負傷覚悟の破滅的なやり方ではなく、別の方法で僕のやり方を見つけないと。